はいみなさん、こんにちは。教育学科展平野と申します。今回ですね、正社員塾講師における生産性とは何かっていう話をしていきたいかなというふうに思っています。僕はですね、正社員塾講師は非常に生産性の低いことをやっているところもあるなというふうにちょっと思っているので、ここを問題視していますので、今日はそれの解説をしていきたいかなというふうに思っております。 まずそもそも生産性とは何かって考えた時にこういう式で表すことができるというふうに思っています。えっ、ー、と、投下した時間労力分の成果ですね。分母が小さくて分子が大きければ大きいほど生産性が高いというふうになりますから時間をかけないでたくさん成果出すと生産性が高まるというふうになりますし逆に投下した時間や労力が大きいのにもかかわらず成果があまり出ていないと生産性は小さくなるというふうに考えているのかなというふうに思っています。 そしてですね、熟業界の問題として成果を固定した上で成果を達成するまで時間と労力を無尽度に使うという体質が非常に問題となっているような気がしています。他の業界であれば、 あの何をどう頑張ってもできない成果に関しては例えばシステムを導入するとか機械の力を頼るとかそういうことができるんですけどもどうしても俗人的な業種であるがゆえに人が動くっていうことで成果を達成させていくという職業になりますからそのあたりが僕は問題だというふうに考えています。 ただビジネスマンである以上会社から求められる成果は変えることが非常に難しいというふうに考えていますなので自力で分母を変えていくしかないだから熟考士が生産性を高めようと思ったら上から降りてくる求められた成果の分子に対してブーブー文句を言うのではなくて自分自身で何とかできる分母をいじっていくしかないという考え方は必要になってくるのではないかなというふうに思っています まず仕事というのはそもそもなんですが重要性のある仕事と緊急性のある仕事をこの2つの軸に分けることができるのかなというふうに思っていますその上で生産性というものを意識した上でじゃあどうやって仕事に取り掛かるかっていうのを考えていきましょう この動画は無人像に時間や労力を投下して、何でもいいから成果を出そうという考え方を元にしていません。なるべく分母を小さくした上で成果もつけていくっていうのを趣旨にしていますので、そこのところだけお間違いないようにお願いしたいかなと思います。はい、ではこちらが緊急性の高い低い、重要性が高い、低いに対する仕事の対応表になっています。 まず、重要度が低くて、緊急性が低い仕事、左下になるんですけども、ここに関しては、絶対にやらない、仕事として見ないという考え方が必要かなというふうに思います。だって、緊急やんなくてもいいのに、そして重要度も低いのに、なぜここの仕事をやるんでしょうかっていう話なんです。こういう仕事を選別していって、やらないってやらないとなかなか自分の体ってのは飽きませんから、 のちにのちに説明する重要度が高い仕事に時間を割くことができないということになってしまいますので、まずこの左下は絶対にやらないでおきましょう。塾講師の皆さんを最も苦しめているのは何かっていうと、緊急性が高くて重要度が低い仕事だと思うんですよね。突発的な対応であるとか、そういうものってあると思うんですけれども、えー、ここに関しても基本的にはやらないっていうスタンスがいいのかなと思います。ただ、ぜさすがに、 完全にゼロにしてしまうと問題が起きるっていうパターンに関しては、仕組み化する、システム化する、機械に任せてしまう、えー、人に投げるという行動,行動を取れば比較的いいのかなと思いますが、ここもどれだけ削れるかっていうのが、えー、リーダーの素質が問われる場所なのかなっていうふうに思っています。それとして右下、緊急性は低いけども重要度が高い仕事、これはやりましょう。なぜかというと、重要度が高い仕事っていうのは、 完成した時に成果が大きく出るからです。なので、ここに関してはあの緊急性が低いからあのすぐに。 明日までにとかいう感じではなくてももいいと思うんですけどもじっくり時間をかけて取り組むのがいいのかなと思っていてで最も重要なのが右上の重要度がが高高く緊急性が高い仕事ですここに自分の体をどれぐらい100%近づける状態で仕事をや,りやれるかどうかというところが重要だと思うんですよねこれを左上左下の辺りをやってるとこの右上の赤字のところで体 飽きませんから仕事ができないと緊急性高いのにやってない重要度が高いのに半分しかやってないみたいな状況になりますのでここにいかに100%自分の体を持っていけるかっていうところが重要なのかなっていうふうに思っています重要度が高い仕事をやるということはそれはもうつまりほぼイコール重要度が低い仕事を切るということになりますなので仕事の選別をちゃんとリーダーはやりましょうと仕事の選別の権限がまだない人たちもこの仕事っていらなくない っていうのをちゃんと覚えて、自分がリーダーになった時に行動を起こしていくってことが大事なのかなっていうふうに思っています。僕はこの重要度が高くって緊急性が高い仕事しかやらなかったがゆえに残業時間もほとんどなく成果も最大限出したかなという、えー、思ってますので考え方を学び身につけてほしいのかなというふうに思ってます。はい参考文献はこちらになります。 先ほど紹介しました本が導いている生産性というのは、透過した時間と労力分の成果で表せることができるというふうに言っております。えー、なので、短い時間で大きな成果を上げることが、やっぱ生産性を。 最大限まで高めることなのであればまずやらなきゃいけないことっていうのは文具を変えることでしかないと思うんですよね。分子を変えるというのはなかなか難しいと思います。役員クラスにならないなんてもいいだし、でも成果を低くする役員っていうのはいないと思います。自分の役員方針にかかりますからね。なので成果というものは固定されて動かないものとして見た上で、分母を自分のスキルでいじっていきましょう、変えていきましょうっていうのが 積極的でポジティブな考え方なのかなっていうふうに思います今日は方法論というよりかは考え方みたいな話だったと思うんですけどもスキルの高さによって成果の質は追求できますからまず文房に対する自分の解釈考え方やり方ってのをどうにかしていってほしいのかなというふうに思っておりますでは参考になりました方は高評価チャンネル登録の方よろしくお願いしますそれではありがとうございました 僕はですね、今回のこの件が従業界に非常によく浸透して人によって求める生産性を変えていくっていう文化が染みついていくと女性の社員がもっとね活躍できると思うし男性の塾講師ももっと長く活躍できると思うんですよね。例えばなんでで、すけど、塾の現場で 求める成果って結局は生徒の数いくら増やしましたか生徒の体重どれだけ止めましたか高度数どれだけ増やせましたかみたいな指標しかないんですよねそうするとどう考えても家庭を顧みないでいいもしくは家庭がない20代後半の男性で、えー、体力のある人が駆け上がっていくっていう現象がどうしても生まれてしまうんですよまあこの人たちに求められている成果を仮に100とするのであれば例えばですけど 子持ちの男性は、えー、早く帰ることができる。でも会社が求める生産性の数字は75でいいよってなったら必然的に労労働時間や労力も減ると思うんですよほ、ねまあ、他にも例えば女性でね、えー、とお子さんがいらっしゃいますという場合には会社が求める生産性は50にしてその代わり労働時間も半分でいいよとで50の成果を出してくれればいいからね いいいうようよなやり方が染み付いてていけば活躍できる場所ってねいくらででもあると思うんですよこれをいきなり全部全体に対して「はい全員100ね」っていう下ろし方をしてるからいつまでたっても家庭を持ってる家庭を持った男性が、えー、抜けていってしまったり女性が結婚金禁止やめてしまうってことが起きるんだと思うんですよね。だから 人によって家庭環境やその人生設計は様々なんですからその人たちに応じてこれだけの成果を求めますよっていうものを変更して数値化していけば僕はもっともっと、えー、30代の女性とか一番仕事をね覚えてできる多分年齢かつ性別だと思うんですけどその人たちが活躍してくれる舞台も揃うと思うんですよねだからその生産性を求めるっていうのは あくまでも成果を出すことではあるんだけれども求める生産性をそもそも人によって変えるっていう考え方自体も持つことができれば男女関係なくそして時間帯関係なく活躍できるのかなっていうふうに思うんですよね。だから僕の案としては例えば20代のから30代の独身男性には生産性100を求めるが。 その代わり給料は高いよと。で、えー、女性どうしても子供がいたら夜はなかなか仕事できませんから例えば午前中から夕方ぐらいまで6時間の労働をして生産性は75しか求めませんよたださすがに同じ給料出すわけにいかないから給料は、えー、基本給は4分の1カットしますよ。 でも、成果が出れば成果報酬が出しますから、自分の頑張り次第ではキールは元に戻せますよみたいな状況が作り出せれば一番いいのかなっていうふうに思ってます。なのでまあ 僕が今も現場にいないんで、そういうことできないんですけれども、まあ皆さんが一人一人心がけて、そういうことやっていってくれたら、またいつか何年かかっときに、授業界ってのは変われるのかなっていうふうに思っていますので、ちょっと皆さんにも託していきたい。僕は情報発信する側として頑張っていきたいし、皆さんはやる側として頑張ってやってほしいのかなっていうふうに思っています。これは僕は上位15%の受講師の皆さんに今お願いしたいというような内容にさせてもらいました。はい、では今日はこれで終わりにしましょう。お疲れ様でした。 あ。